広島 LINE 事件、かなり振るっていたらしいのよね。その様子を LINE のグループ40人ぐらいいるグループに、恐怖感がすごいよ、なんか短すぎて、ホラーのね、漫画みたいな、信じるか信じないかはあなた次第です。楽しいでーす。朝起きたら携帯触ります。はい、一体何しますか。 LINE チェック。まあそうだね、時間チェック、まあ、確かにね。まあ今日は暗めな照明の通り、 LINE に関する怖い事件を話していきたいと思うんだけど、LINE とかでこういう事件にあっちゃったとかそういう人いますか。俺は掲示板みたいに載せられたことある。俺の ID 多分誰かに教えた ID をそのまま付けられて、だから俺ブロックリスト600人ぐらいいる。マジガチガチガチ。まあ今回は LINE にまつわるとんでもなく怖い事件が起きてしまったので、それを話していきたいんですけど、その前に SNS が原因で起きてしまった事件があるので、それを一つ話していきたいと思います。はい、はい、1999年にお笑い芸人のスマイリー菊池さんっていう人がいて、その人が受けた事件なんだけど、一言で言ってしまえば誹謗中傷を受けてしまった事件なんですよ。でどんなことを言われたのかというと、1989年に起きた女子高生コンクリート詰め事件、あれの犯人はこの人だって言われてしまった事件。ネットのね、一部の人がそれ言ったことによってどん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 拡散されていって、しまいにはこの事件にまつわるコントをやっていたなんていう、もうありもしないことを言われて、結局この人はもうずーっとこういうありもしない噂を陰で言われ続けて、10年経った2009年、ネットで攻撃してた加害者が一斉摘発されて、なんとかことは収まった。なぜここまで噂が広まってしまったかというと、少し前に起きた事件の現場と菊池さんの出身地が近く、女子高生コンクリート詰め事件の犯人と菊池さんが同じ年齢であったからだ。菊池さんは噂によるイメージダウンで芸能活動に大きく支障が出てしまったのだった。というのがまあ前置きの事件でございまして、これから話すのがまあ今回のメインの事件になるんだけど、その事件名をまず言いたいと思います。広島 LINE 事件。2013年の6月28日に発生した広島 LINE 事件は、広島県広島市の高等専修学校生だった黒瀬恵里香さんが、元同級生の無職少女野村美希を含む少年少女6人と、唯一成人だった瀬戸大成により集団リンチを受けた末にされて、広島県の呉市の灰ヶ峰にされた事件でございます。広島 LINE 事件が起きてしまった原因っていうのが、 LINE での口論が原因だったらしいんですよ。この2人の口論がどん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 激しくなっていって、野村美希が黒瀬恵里香さんに向かってやるぞみたいな言ったわけよ、それに対して黒瀬恵里香さんが反発して、やれるもんならやってみろみたいな、この返事に反応しちゃって、翌日事件が起きてしまったわけでございます。早いよ、すごいなんだ。野村美希は計画を立てるんだけど、その少年少女のグループライン名がまずファミリーだったのね、そのファミリー内で野村美希のその友達に向かって、深夜にちょっと遊びに行こうって誘ってやみたいな感じで、で深夜に人気のいないところに集合して、車に乗せちゃって、もうそれでもうどっか連れてってしまおうぜみたいな。でまあ翌日のその深夜になって、野村美希が結構物陰に隠れてたわけよ。で一斉にこう襲いかかる感じで車に乗せてさらったという。しかも灰ヶ峰に到着するまでの間の車内と到着してからかなり振るっていたらしいのよね。その様子を LINE のグループ40人ぐらいいるグループに流して中継していたらしいんだよね。マジで、現状報告みたいな感じで常にやってんだ。実況みたいな。そう、実況みたいな。 LINE を見てた友達とかも結構煽ったりしていたらしい。立ち位置がよくわかんないけどね、その側の人にみんなついてっちゃうんだね。結構中心人物だったんだろうね。そうだ、カースト的に上の方だったんか。もしやめないときなかったんだね。にしてもってとこだよね。怒りすぎてるっていう。間違いない。で車に乗った一同は人気のいない灰ヶ峰という場所に連れて行って、黒瀬さんを返したと、そういう事件でございます。
この事件が経ってから野村美希は自分なんてことをしてしまったんだみたいな、うんうん、なんかそういう感じでどん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 こう自分を責めるようになって、うん、自首しようかちょっとここで迷い出すわけ、うんうん、そこで野村はお母さんに私しまったわって母親に言ったらしいのよ。でそれで母親はもうすぐにそれ聞いてすぐにもう警察に連絡して、はい、もう遺体の捜索願いとかなんかそういうのを警察に頼んだらしいんだけど、その時は遺体が見つからなかった。うん、警察ももしかしたらこの子はめちゃくちゃパニックになってわけわかんないこと言ってるかもしれないってことで一旦帰らされたんだよ、はいはいはい、でそれからしばらくしてから警察が本気で灰ヶ峰の周辺を調べていったら崖から落ちたところに遺体があったと。その直後ぐらいに野村がね最初自首したいみたいな感じだったんだけど逃げ出したいみたいな感じで友達に相談したらしいんだよね。おー、うん、LINE で友人に逃げたいんだけどとか、お金払うからちょっとどうにか協力してくれないとか、そういう LINE とかももう後で取り調べたら残っていたと。でその事件を起こしてしまって友達にね LINE をして助けを求めていたっていうそういう画像があるんで見ていただきましょう。こちらです。ここだよね、この部分。お金も払うしできる範囲なら何でもするけんさ、誰か足おらん、まあなんか逃げようとしてる。ああ、ここでも言ってるよ。そうだね、物が見つかったら物ってやばくね、やばいや、やばいよ、ね、ひどいね、これ身近にある分、えげつないというか恐怖感がすごいよ、ね、うん、なんか短すぎて、うん、ホラーのね、漫画みたいな。うん、でまあね、こんな感じで友達に助けを求める LINE を送ったんだけど、翌日になって、まあ一人で逃亡を図るわけよ。うん、うん、逃げるんだ。でも結局、速攻で母親が通報して、まあ、捜索したから、もうすぐに捕まって駅で逮捕されてしまいましたと、うん、で、野村美希は13年の懲役で現在も服役中でございますという、うん、少年法とかはないのか。野村は13年の懲役なんだけど、協力した友人6人は少年院に送られたと。うーん、いい、だってその人たちもさ、ぼっこしたわけでしょ。まあそうだね、うん、最初誘われた時もその仲間まで考えてたのかね。痛みつけようぜ。まあまあ多分そうだね、軽い気持ちでしょ。かもしれないけど、だって勝手にそっちは喧嘩してんのに一緒になってこいつ、うん、ってならない、うん、何も得ないしね。たつきの言う通りで、うん、友達もっていうことまでは知らなかったし、うん、裁判やってね質問したらしいのよね、なんでこんなことやっちゃったのみたいな。そしたらつもりはなかったって言ってたわけよ、うん、なんだけどここでやめてしまったら私の居場所がなくなるかもしれないって言ってるんだ。これね、もともと野村は親から虐待を日々受けていたと。で結構その自分の心の安らぐ場所がないっていう状況だったのよ常に。それで作り上げたのが LINE グループのファミリーだ。この LINE グループはそういうどこにも居場所がない人とか境遇が似てる人とかが集まってできた LINE グループがこのファミリーだったわけよ。へー。でここで辞めてしまったらこのファミリーから追い出されるかもしれないっていうので頭がもうバーってなっちゃってしまったと語っているんですね。意味が分かんないけどね、全然分かんない、うん、だから主犯だったから一人だけ懲役なんだ。それは置いといて、うん、別に辞めたところでそれいなくなるかどうかなんて関係ねえなって。なんか本当にそういうことなんですよ、後付けでしかないのかなっていう。だから結局この裁判も弁護人が野村はこういう過去があるから保護処分で済まそうと言ったんだけど、まあその検事側はいやまあ確かにその過去には同情するけれど今回の事件と直接的な原因はありませんよということで懲役13年という刑が与えられたというお話でございます。 LINE とか Twitter とかまあそういう SNS がどんどん便利になっていい面も出るようになればこういう感じで悪い面も出るようになると、やっぱ使う人次第によってやっぱ変わってくるよねっていう話だよね。だからそうだよね、 SNS は、だから今回の事件だったら例えばもし野村がその虐待を受けていなくて健やかに育っていればこのような結果にならなかったのかもしれないし、 SNS の課題っていうのはこういうところにあるのではないのかなと思います。以上です。もう信じるか信じないかとかじゃありません。今日は、まあ、事件なんで、はい、LINE じゃなくて直接ね話しててればねまだね分かんなかったけどね、うらくそだな、うらくそ悪いマジで、ね、悪乗りしやすいよね直接会ってないからね。まあそうだね、グループだもんね、そういうやつが一番うざい、ほんとそれよな、ほんと自分で見たもの聞いたものだけ信じないやつっていうさ、それなんだ、それ、
皆さんね、そういう人いましたら学習しましょう。戯れるやつもそうだし、グループとか作っちゃうやつもそうだし、派閥みたいな、巻き込むなよというか、うん、で、プラスなんかこうこうこうだから、なんか省こうとかやれても、うん、自分でそうね、されたのかっていうのをちゃんと確かめないと、うん、そういう人なのかっていうのを見ないでそういうのするのはね、ちょっと違うかなって、うんうん、いや、多分そいつに嫌われたくないから従ってるだけであって、うん、そんないらないかんね、うん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 、学生あるあるだけどね。まあね、うん、そうだよね、まあ、結局ね、大人になったら何の意味もないっていう大人の意見でした。はい、あれ勉強だね、これ。一応26年生きてるんで。というのが今回の動画でしたということで、この動画少しでもゾッとしたらチャンネル登録と高評価、そして通知登録もよろしくお願いいたします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー。バイビー。